皆さんこんにちは。今回も株式会社アサネットワーク代表の石井とライフサポート部門の福森でお送りします。2022年を迎えまして、今年もアサネットワークのいろいろな業務内容を分かりやすくお伝えしていければと思います。それでは今回は所長から去年1年の振り返りと今年1年の抱負についてお話しいただければと思います。はい、皆様、今年もどうぞよろしくお願いいたします。おかげさまで名張に来て、14年目を迎えました。たくさんの方々に支えていただいて、今の会社、今の自分たちがあります。本当にありがとうございます。2014年の4月にスタートしたまごろサポートという事業があります。これはですね、今は名張市だけでなく全国100以上の地域で同じような取り組みが広がっております。もう世界的にも、類を見ないスピードで少子高齢化が進んでいる日本において、やっぱりこのちょっとしたお困りごとっていうのは、増えております。チラシをこの7年間配り続けてきましたが、年々ご依頼件数も増えておりまして、まあ、買い物代行であったりとか電球の交換であったりとか、もうあらゆる、要望リクエストをいただいております。数えたところ、去年1年間で260件以上のサポートをさせていただきました。福森さん、お疲れ様でした。そんなに言ってたんですね。印象に残っているのは何がありますか？まあ、印象に残っているのは、あのお客様のお宅でその仕事を、ね、お手伝い終わった後にお茶を飲む時間が印象に残っております。依頼内容の3倍4倍近く の, あのたわいもない話をさせていただくっていう、はいはいはい、まあ、そこでね、あのお客様とこう楽しい時間というか、いろんな話をさせていただくのがやっぱり印象に残りますね、毎回。はい、またね、あの今年もあの皆さんのお役に立てるように頑張りますので、お気軽に何ないと、お声かけください。そしてですね、一昨年2020年からスタートいたしましたデリバリー事業についてですが、出前館とか Uber Eats などもう全国的に業界内の競争がすごく激しい今になっております。まあ、その甲斐あってですね、各、デリバリー部門というか、各、まあ、出前館とか Uber Eats でもいろんなこうキャンペーンとかクーポンをかなり出してあります。まあ、そういう特典が今すごく多いタイミングですので、まあ、お客様からのご依頼もそれに比例して増えておるんですが、ぜひですね、この機会に、まあ、ちょっとだけ最初お手間かかるんですけども、出前館に登録していただきまして、そういういろんなサービス特典をぜひご活用いただいて、少しでもお得な、ね、あのデリバリーを楽しんでいただけたらなと思います。どうでしたか、この1年間。そうですね、デリバリーに関してはもう名張の地域の中で果たしてニーズがあるのかなというところから、ちょっとスタートしたんですけどね、1年経ちまして、もう毎年毎月毎月やっぱり受注件数が上っていくのを感じます。上っていきますし、まあ、それに伴ってそういうニーズがやっぱり潜在的にあったんだなと。そしてまだこれからもどんどん増えそうな勢いなので、やっぱり一度デリバリーっていうのを体験していただければ、その便利さですとか、あと安心安全という部分でもね、感じていただけると思うので、まあ、どんどん活用していただいて、自分自身のお時間を、ね、有効活用していただければと思います。そうですね、はい、本当にたくさんの ご注文ありがとうございました。またですね、おなじみのナバイーツなんですけども、これは特に個人店様ね、地元の個人店様を応援しようという趣旨で、まあ、取り組んでおります。最近は加盟店さんもじわじわと、ね、増えてきております。またナバイーツのサイトの方もですね、機会がありましたら覗いてみてください。この7年間2014年からさまざまな事業を展開してまいりました。弊社の理念であります会社経営はまちづくりというのは、お客様や地域のニーズ、そして私たちのやりたいことやれることを重ねていこうとしていく中で生まれた言葉なんです。先ほど、福森の方から話ありましたように、お客様のところ行って、まあ、雑談している中で、こんなんできたらいいのに案内してもらえんかなっていう声が、まあ、ニーズですね。こういうところから私たちもどんどん事業を広げてきたっていう経緯があります。
またですね、皆さんからいただいたお声、それから現場でいただいたヒントをもとにですね、2022年も新しい事業にチャレンジしようと今考えておるところです。そして3つのことを頭に置きながら私たちは事業しています。健康的で快適な生活のためのサポート、そして2つ目に人に喜ばれる仕事と雇用の創造、そして3つ目が若者が魅力を感じる街づくり、そういうところをまあいつも意識しながら地域の皆様に必要とされるトータルライフサポート企業を目指していきたいなというふうに考えております。素敵ですね。私もねそういう理念のある会社にお世話になってまして、非常にやりがいを感じております。はい、まあ、これからもね地域のお客様のためのことを考えて行動していけたらと思っております。はい、はい、そして、今回ですね求人のお知らせも、若者の雇用の創造というわけではないんですけども、地域でねこういう形で活躍ちょっとしたいなという方がいらっしゃれば、アルバイト、パート問わずですね、また副業問わずお声掛けいただければいろんなお仕事がございます。はい、現在ナバイーツ、出前館では、アルバイトさんパートさんを募集しております。まあ、お昼の時間帯の11時から、3時頃まで、まあ子供さんが帰ってくるまでのね、まあ、お家でいる時間帯を有効に使っていただくこともできます。であと、そうですね、夕方のお仕事終わり、まあ、5時ぐらいから6時ぐらいからスタートして、夜の9時ぐらいまでというそういう時間帯のアルバイトがあります。まあ、簡単なアプリでお客様の家まで美味しい料理を運ぶというイメージ通りのお仕事です。めっちゃありがとう言われますよね。言われますね。本当にもうお届けした時にはねもう待ち望んでたかのように、まあ、子供さんが駆け出してきてて、わ、話が通じないけどでもめっちゃ喜んでくれてるという方もねいらっしゃいますけど、楽しいバイトやと思います。はい、はい、求人といえばですね、うちの会社だけでなく多分他にもいろんなこう募集をかけておられる方とおられると思うんですけども、私どこの会社ではそのホスティング事業っていうのもやっております。事前の宣伝であったりとか、それこそ求人のチラシであったりとか、そういうのを一件一件宅配してますので、そちらの方もよろしければお問い合わせください。で、まあ、こういったアルバイト、まあ、いろんな部門でバイトは募集してますので、またご興味ある方はお電話いただければと思います。ご連絡先は63局の8939、63局の8939までお願いいたします。平日 10時から6時までの間でお電話いただければと思います。ではそろそろお時間となりました。はい、それでは今日はこの辺で、今年もよろしくお願いいたします。あっちどっちそっちへ